やて？
勘弁してください。おう待てや、真島。ああ、誰やお前ら。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ、望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。それによってうちのナンバーワンを引き抜くと程度胸しとるやないか。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。お前らの言う通りや。あ、お客様は神様。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めてるわ。せやけど客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。かまん、やってまえ。何なんやお前は。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証すんぞ。お客様は神様やからな。
この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。